疲れ様です。お疲れ様です。今日はあの西区の屋根の上からお送りしますけど、はい、ちょうどね、ちょうど終わりかけだったんですよ。今中塗りやってるんですけど、屋根。はい、三駅の屋根材なんですけど、まあ、今ちょうどここだけ、今これサビ焼き入れた状態。はい、でこっちはもう今中塗り入れた状態なんですけど、もう本当の今最後。はい、で今日はちょっとその下塗りの状態、うん、はい、で中塗りの状態でちょっと一部だけ上塗りかけてみて、はい、で上塗りとやっぱ中塗りの違いっていうのをちょっと見てもらおうかなと思うんで、色がこういう色だとちょっと分かりづらいかもしれない、はい、そしたらごめんね、なんだ、火山灰じゃん、はい、桜島職人ね、はい、いいなと思ったらこれね、ポチしてください、ポチ、はい、はい、じゃあ実際中塗り行ってみましょう。最初にこういう狭いところはもう先にハケ行かないといけないんで、なるほど、壁と大体一緒なんでスパンスパン自分で塗るところを決めて、あ、そうかそうかそうか、はい、届くとこまで、でこれちなみに塗っちゃうともう入っていけなくなるからね、はい、はい、逃げ場も考えない、逃げ場がなくなるもんね、はい、それでハケ取っていって、うん、ローラーで、まあこれ中塗りだわ、一回ハケでちょっとやってからローラーする、そうですね、ローラーでこう入っていかない、上とか中とか細かいところが入っていかないんで、はい、先にもハケ取りしていって、その後にもローラーで、ローラーで収めていくわけだね、それをハケ取りって言うんですね、はい、一番最初にちょこちょこっと、はい、ちなみにこういう何屋根のこういうトタンとか鉄関係で一番大事なのもう本当最初懸念とかそういうとこだよな、そうです、ね、錆取ったり下地処理が一番大事なんで、うん、カラーベストとそのトタンの違い、うん、まあ、結構一般の住宅でも駐車場なんかはトタンになってるでしょ、こういうね波トタンみたいになってるんですけど、まあ、そんなにじゃあこだわることないと思うんですけど、鉄はまあとにかく錆びなきゃいい、うん、錆びんかったら鉄だからさ、うん、別に雨漏りしないでしょ、あーなるほど、うん、でよくこのビスにキャップかけるっていう人もおるんですけど、はいはいはい、やっぱりひどい時は俺はもうキャップかけるかな、あ、じゃあもうこのこのキャップできるんだ、ここ防水用キャップがあるんだわ、そう回収用にね、うんうん、新築はないけど、まあでも普通は別にかぶせなくても、つけなくてもゴムパッキン入ってるから、あ、なるほど、基本は守りしない、その話をしている間にも桜島さんが、桜島どんどん塗ってっとるね、はい、いい感じに、ちょっと最近人気が出たらちょっとイライラするねお前この間のサボ取ったやつ上にリンク貼ったるぞ、あ、やばいやサボ取った動画ちょっと一本あるんでこれちょっと上にリンク貼っとくんでちょっと見立ててくださいでこれ最後出てくるんですけど、逃げてく感じ、まあ、ちょっといや乾いとる前にちょっと上塗りいっぺんかけてみようか、はい、まあ、乾いてから本当はわからないよこれ、うん、本当はこれ今やってることはダメだけど今日ちょっと映像用にちょっと撮ろうかってことで、今実際に上塗りの工程入ってるんですけど、これで最後ねフィニッシュね、3回目だよね、下塗り、中塗り、違いますね、もう何カメラからでも分かる、なんとなく分かります、まあ、映像になるとちょっと結構分かると思うんだけど、同じ色ではもちろん塗ってる、うんうん、やっぱこの2回塗るっていうことが大事なんですよね、肉厚も取らなかったんだ、あんまり濃いと乾きも悪いし、であのそんなボテッと塗れんでしょ、うんうん、あのちょっと粘土塗っとるんじゃないもんさ、うんうん、シャビシャビのもん塗っとるもんね、よしちょっとじゃあこれで見てみようか、実際にこれ見てわかるかな、これねとちょっと向こうを見ると全然違うんじゃないかな、あーな、ツヤも全然出てくる感じ、あ、そうそう、ツヤも出るね、やっぱ透けがほんとなくなる、うん、で、あの気をつけなかったのは一発でいっとる業者さんはちょっとコミック塗るんだもん、うん、要はシンナーとかで一切薄めずに一発でいけたいもんで、うんうん、そうするとあんまり透けが出ないな、そうですね、確かに、うん、だから気をつけなかったけど、はい、助けがないから絶対に2発入れてるかって言ったらそうでもないんで、うん、じゃそれどうやって見るのって言ったらなかなか難しいね、難しいですね、うん、で一発で塗るっていうのは どういうことなんですか、一回でもう濃ゆくして塗って、あ、あの別に透けがなかったら分かへんじゃんお客さんにとっては、ははそれはあんまり良くないこと、良くない、良くない、良くないんだ、でそういうの2発は取れないもん、は透けが出ないとはいえ、うんうん、そんな言っても2月取れないから、そうするとやっぱもう耐久力全然違う、表面からだんだん劣化が始まるもんね、じゃあ一発塗るともうやっぱ劣化が激しいというか、表面薄いもんで、うん、その部分だってその終わっちゃうでしょ、すぐ、そうかそうか、そう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 、あ、だから2回塗るんですね、そうそうそう、だんだん厚みを増やすことによってだんだん表面は絶対もう防水でもなんでもう絶対に劣化してくる、ああなるほど、もう今日塗ったその瞬間から劣化が始まるんだ、はあ、はあははあ、濃い色の方が透けが出ないもんね、透けが出ないです、ね、そうそうそう、はい、薄い方がこの透けが出やすいもんで、濃い色だと結構一発で握られちゃう可能性が高い、うん、でよくあのよくお客様でもうちのお客さんでもおるのはなんかネットとかホームページ見てかぶれちゃって、うん、中塗りと上塗りをちょっと色変えてくれって言うんですけど、うん、もうそんなことやったらでも上塗り塗ってあの日が経って3年5年でもまだらになっちゃう、うん、だから俺やらん方がいいよってちょっと似た色でまあやるとかたまにやるけど本当は中塗り上塗りと同じ色にならなきゃいけないから、ああなるほど、でそれをわざわざ変えて工程をごまかしてるかどうかの確認するために色変えたら
透けも出るし、うんうんうん、仕上がりとして良くない、うん、だったらきちっと工程も目で見て確認した方がいいじゃん。十何年のことだからさ。なるほど。で5年後ぐらいにまだらになっちゃってダサいで、そうですね。そうそうそう。本日は屋根の上で、まあ先輩ちょっと分かりづらかったかもしれない。でまた塗装屋さんはまあこんなこと分かってるのはちょっと内容がちょっと深くなかったかもしれないですけど、ぜひチャンネル登録もしていただいて、はい、でまあこいつが可愛いなと思ったらこっちね、また見てね、はい。